続きまして、この度イマジン社より出版されました悠久の川須藤弥平王物語について小松社長よりご紹介します。小松社長、お願いいたします。悠久の川の出版の経緯についてお話をさせていただきます。この須藤弥平王というのは私が子供の頃はですね、八雲村では大体知られておりまして、その日吉の切通しに滝壺ができております。そこに、先輩にね、後ろからドーンと押されてですね、溺れるような感じになるんですね。そこで必死に乗ってそこで泳ぎを覚えると、で、向こう岸に着くとみんなが拍手してくれると、こういうことで、水泳を覚えた、そういう場所でございます。また夏になるとですね、そこに流し針というのがありまして、うなぎを、夜の間ですね、うなぎがかかるのを待つと、こういうことで朝そのうなぎがかかるのを楽しみに行くと、いうような場所でした。そういうことで子どもの頃から非常に馴染みになるということでございます。またそこは世もつ平坂の出口といいますね、この世とあの世の境のそういう霊山だということも伺っておりまして、そしてまだお墓もその近くにあると、今は宮内庁の、今でも宮内庁のですね、管理地になっております。そういう場所で子どもの頃を過ごしました。たまたまシートシャッターでですね、全国展開を始めて、なんとか八雲村の方々に少しでも役立とうということで、八雲村のいろんな方々にいろんな仕事をお願いしましてですね、なんとか軌道に乗って、これから次のスタートだということで、私は当時もう焼肉が大好きでございまして、焼肉パーティーを夜やりました。その場所でですね、須藤弥平の本を作ろうじゃないかという話が持ち上がりまして、そこで同じ作るんだったら小説と漫画の本と子どもの絵本と3つ同時にやろうと、で将来は銅像もやろうと、お酒が入りますと話がだんだん大きくなりますんで、そういう話が盛り上がってですね、でそこで今日この企画をされた広域場治さんがですね、これ広域場ってね、広域場ってね、なんか中国人みたいな感じですよ。広域場っていうね、実は姓なんですね、名字です。九州の坊の巣というところからですね、この縁があって、平成3年に私がニュービス大使をこのシートシャッターで東京でもらったもんで、ね、三菱総合研究所の牧野昇先生という方がおられまして、審査委員長でした。その方がですね、の依頼で、私の取材に来られてですね、そして三菱総合研究所の開放に私のことを詳しく彼が取材をしてですね、載せてくれたんですね。それが縁で、こちらの方に、縁をができて、そして須藤弥平の小説を書くということになったわけです。そして太陽の国出雲という私の理論体系をですね、作る本を今から12年ぐらい前に作ってます。そして今日までなっています。そういうところでですね、この人は何考えとかようわからん人だということで、村尾さんからですね、いろいろと八雲村の話をするのにですね、なんか世界地図を広げて、する人だと。実際は違うんですけど、小説家というのは本当にいい加減な人ですですね、もう小説家というのは見てきたような嘘を言うというのがありますけども、そういう具合にして私を紹介していただいたところ、結果として今のようになったの、これも全て村尾先生の想像力から出たことではないかなと思っております。いろいろと申し上げましたけど、そういう流れの中で、最近ですね、この銅像の建立が終わり、そしてまたこれ仮説でございますんで、これから本格的に皆さんのいろいろと、いろんなアイデアをいただいてですね、一緒になって作っていこうということで、これから銅像の本格的な建立もしたいと思っているんですけども、今は仮説です。当時今のここの前の大体8倍のものが現地にありますけども、それでこれに合わせてですね、日本水道新聞という新聞の業界紙がありますけど、そこの社長にこの話したところは、ぜひそれを新聞にですね、その小説として書きたいと、載せたいという話になりまして、でトントン拍子でこれが決まりまして、そしてその後、じゃあこれを本にしようと、同じ本にするんだったら日本語と英語と、初め私5カ国語ぐらいでやりたいと思ってたんですけども、
とりあえず第一段階は日本語と英語ですね、そして絵をつけたそういう本はいいじゃないかということをイマジン社の社長を紹介、村尾さんから紹介いただきまして、話がトントン拍子に決まります。いよいよこのストーヤ兵法がですね、この日本語と英語とこの素晴らしい冊子によってですね、世界のストーヤ兵法で、あの地域はですね、世界の水のメッカになる。嘆きの壁というのがあのヨーロッパありますけども、21世紀は水の世紀でございますので、世界の水の聖地が、まあ、まず日吉の切通し剣山のところになるということで、世界からですね、たくさんの方がこの地に来られます。ここは温泉もありますので、世界からですね、この地に来て世界の平和をどうやって作ったらいいかと、まあ、こういう話はそう簡単にはできませんから、永遠の素晴らしいここはたくさんの人物金がここに集まってくるような、そういう、そしてここからまた全国世界にそれが広がっていくような、そういう場所に持っていきたいなという夢を語ったところ、夢を信じる人は、信じない人は現実主義者ではないということをロルミョさんに言われましてですね、我が家を置いたらということで、この話を村尾さんにお願いしたところ、このような本の出版につながりました。話が紆余曲折になりましたけども、村尾さんの方からこの本の今までねの至る経緯、そして現状とこれからということでお話しいただきますので、皆さん話を聞いていただきたいと思います。以上です。小松社長ありがとうございました。悠久の川ストーヤ兵法物語を書かれました村尾康子さんにお話しいただきますが、はじめに村尾さんのプロフィールをご紹介いたします。村尾康子さん、1944年山口県生まれ、4人の子育て中に執筆開始、ノンフィクション「クラウディアの祈り」、これがテレビドラマ舞台でも話題になりました。呼び物作品に「命を見つめて草原の風になりたい」、そして絵本の作品に「おじちゃん先生大大大好き」、そしてポプラ社第14回日本絵本賞読者賞を受賞されました。クラウディアの祈りなどがあります。また1994年島根県文化奨励賞受賞、江津市在住。では村尾さんお願いいたします。皆様、足元が悪い中、そして遠くを小松電気産業人間自然科学研究所の催しにおいでいただきありがとうございます。一夫常子さんはヨーロッパの遠いところからはるばるようこそおいでいただき、素晴らしい話を聞かせていただき感謝いたします。本日は小松電気の社員の方々も、これは初めてだと思いますけれども、共に学び意見の交換ができると伺っておりますので楽しみにしております。小松昭夫社長は皆様もよくご存知のように情熱の塊のようなお方で、気が乗って話し出すと時間制限をすっかりお忘れになりお話をなさいますので、時間の調整役に私はご招待いただきまして、作家の村尾康子でございます。話がうんと長くなると思って構えておりましたら、あらっていうぐらい短く今日は終わられて、びっくりいたしましたけれども、どれぐらいしゃべれるか分かりませんけれども、これからしゃべれるだけしゃべりたいと思います。だいたい2時40分まで時間をいただいております。昨年11月第1回の八雲立つ出雲から日が昇る大会の会で
小松社長や会社の若いスタッフとともに、この大会に情熱を注いでおられました小松社長夫人、千鶴さんの姿を、その大会の会場でお見かけすることができませんでした。ご病気と伺いましたので、お元気になって、2回目もきっと元気で一緒にやってくださることを待ち焦がれておりましたが、今年1月の20日、千鶴さんは愛する人に見守られて、永遠の旅に出られました。早いもので、年が明けますと、1月20日には千鶴さんの一周忌が参ります。千鶴さんの一周忌を前にして、一夫常子さんをお招きし、第2回大会が開催されますことを大変嬉しく思っております。千鶴さんと私は本が好きという共通点のものがありまして、ずいぶん応援していただきました。本当に優しい方だったと思います。皆様の中にも本が好きな方も嫌いな方もおありかと思いますが、自分の子供時代、または親となってお子さんのためにどんな本をお読みになったのでしょうか。ちょっと思いつきますと、グリム童話、赤毛のアン、アレキサンダル・ドゥジュマ原作、岩窟王、トロイの木馬、桃太郎やかぐや姫、シンデレラ姫など、小松社長はトロイの木馬が大好きだそうです。木馬の中から次々に出てくる、そんな場面が大好きとお聞きしたことがあります。近年では、ハリー・ポッターという作品が大変たくさん売れました。よく考えてみると、ほとんどが私たちの小さい頃は外国の作者のもので、特に意識しなくても本や絵本に国境はないという気がずっとしておりました。もちろん日本の作品も今は外国にたくさん翻訳されていっております。私の作品も外国語訳されて海外で売られております。本を読むことの大切さについて、児童文学の大先輩、宮川博さんという方がおられます。留守番先生とか、そういうのを大変売れた本で書かれた方で、私たちよりはもう10歳ぐらい上の方ですけれども、この方のエッセイの中に、私は大好きなエッセイがあって、いつも公園に行くと、どこかで読ませてもらいますけれども、難しい話が今からたくさん出てまいりますので、今、箸休めと思って、どうぞ気を楽にして、私の優しい話を聞いてください。これは宮川博さんのエッセイです。いい話一つ。私は子供の頃から一人だけでぼーっとしている時間が好きだった。何日もそういう時間が取れなかったりすると、イライラと落ち着けなくなってもくる。それは将来の怠け者ということだろうか。そのじっとしていたい怠け心を突き動かしてくれるようないい話を聞かせてもらうこともまたこの上もなく好きである。この夏、福島市の遠藤敏子さんから聞いた話は忘れられない。遠藤さんは幾百もの昔話を持っていらっしゃる語り部である。近くに住む名護さんにせがまれて、一つ語り、二つ語りするうちに、脳みその裏側の方から、いくらでもいくらでも手繰り寄せるように話が出てきたのだという。それほどたくさんの話をどこで聞いてこられたのですか、と伺ったら、子供の頃、タバコの葉を伸ばす夜鍋仕事があってね、眠気覚ましにじいちゃんが語り、ばあちゃんが語りしてくれたのを覚えていたんだね。こないだまで覚えていることさえ知らずにおったんだ、と笑っておっしゃった。だから遠藤さんの語りは、タバコの葉を伸ばすゆっくりとしたリズムである。昔昔のことであったと、時もところもわからねえだが、ほれ昔あったず話だ、と語り出す。そして話が途切れたり、リズムが崩れたりすると、こうして、ほれその、
あるところにと補うので、メロディーのある歌のように心地よく耳に入ってくる。その小さい名語さんが一番お気に入りの話は猿と地蔵という話だった。おじいさんをお地蔵さんと思った猿たちが川の向こうのお堂までおじいさんを運んでいく。猿のケッツは濡れてもいいが、地蔵のケッツは濡らせてねえぞと掛け声をかけながら川を渡る。おじいさんはおかしいのをじっとこらえながら運ばれていく。その話の筋はよく知っているのに、掛け声のところへ来るのを待っていて笑うのだったという。他の話を語っても最後には決まって猿と地蔵を語らせる名護さんだったそうだ。その名護さんが不幸なことにある日交通事故に遭って意識不明のまま病院に運ばれ、何日かが過ぎた。今夜あたりが山で助からないかもしれない、もし助かってもこんな状態のまま生き続けるだけかもしれませんと、お医者さんからは切ない宣言まで受けたのだという。あんなに話の好きな子だったのに。そう思った遠藤さんは名護さんの手を握ると小さい声で語り出した。ここで笑い転げるのだったのにと辛い思いで、サールのケッツは濡れてもいいが、地蔵のケッツは濡らせてねえぞと語ってみた。すると無表情な顔のままなのに、小さく開いた口の底の空気だけ震わせて笑ったというのだ。破れた障子の穴から風が吹き込む時のようなヒューという声を出して笑ったのだという。やれ聞こえていてくれたのかと繰り返し繰り返し語り続けた。あれほど一生懸命語ったことはない。あまりせっかちに語ったら意識の糸が切れてしまうかもしれない。ゆっくりすぎて引っ込んでしまっても困る。汗と涙を流しながらその掛け声だけを何十遍語ったことだろう。そのうちにふーっと大きく息を吐いて目を開けてくれた。それからはもうとんとん回復して元通りの元気な子になってくれたというの。言葉は心を育てる母乳だという。お母さんのおっぱいと一緒に飲み込んで覚えるなどとも言われる。昔話という言葉をたくさん飲み込んで体の中に血の中に蓄えてあったから意識の糸を引き出すことができたのだと思った。交通事故にまで遭わないにしても、何回でも人生の岐路に立たされながらみんな生きているのだ。そんな時、体の中に心の中にもらい込んでおいたいいものに突き動かされ、励まされてまた元気を出して生きていくのだと思う。辛い時に息を吹き返す力になってくれるようなものをたくさんもらい込んでおくことが育つということではないだろうか。死んでゆくその日までも心震わせるいい話に出会いながら生きたいものだと願っている。こういうエッセイが私大好きで、ずっといろんなところで読ませてもらってますけど、こういう気持ちがあったので、最初の須藤弥平のお話は23年前に小松さんのところで出させてもらったんですけれども、その本がなくなってしまってからもこのお話はずっと気持ちの中に残って、なんとか日本中の多くの子どもに、今なんか何事かをやっても一生懸命に一筋にやるという子どもが少なくなってくる。それから世界の人たちにもきっといろんな言葉で国の言葉で語らなくっても、この弥平さんの精神というものはきっと通じるに違いないというふうにずっと考えていまして、それで23年経った今年というか、22年目の去年頃ですね、
小松社長がそれを新聞社水道新聞に載せてくださることになりましたので、なんとか一冊の本にしてこういう運動をしてらっしゃるので世界の人に読んでもらうわけにいきませんでしょうかというご相談をしまして、この本が出来上がりました。どこからも大変いい評判をもらいますけれども、ただ一つこれは英語訳にもしてあるし絵もたくさん入っているので値段が高いので、復旧版と違って普通の本の2倍ぐらいします。だからどうしてもやっぱり普通の人が買ってくださるというのは無理で、2、3日前も学校図書館の一番トップの方の方がこの将来日本の世界のリーダーになるような子どもたちにぜひこの須藤弥平の物語を読ませたいと、自分は本当に一生懸命これを読んでなんとかその子どもたちにの多くの子に手渡すようにならないものかと今思っているところです。その学校図書館のトップの方の方からお手紙をもらうということも非常に珍しいことですけれども、私はそこで絵本賞をもらってますのでずっと少しずつ付き合いがありましたけれども、この褒め言葉というか、この本はとってもいい本だ、だからこのまんまで学校の図書館だけに置いとくのはもったいないというのを本当に嬉しく思いましたし、なんとか、またそれは小松社長頼みになるかもしれませんけれど、全国の子どもたちが手に取れるような値段の復旧版をもう一つ私の知るまでには出しておきたいなというふうに思っております。もう一つ私が本が大好きという方に出会ったのは、全然皆さんは結びつかないかもしれませんけど、先ほども紹介いただいたロシアのクラウディアさんという人の物語を私は書きました。でこれはロシアまで取材に行きました。取材に行ったんですけれど、もうその時に今小松さんがお金全部出してやるからロシアに取材に行こうって言われたら私行きません。すっごいその時怖い思いをしたし、やっぱりロシアは日本と違うということを思ったので行きませんけれども、その時にはどうしても行きたいと思って生命保険を解約して、私の名前になってた生命保険を解約して、そのお金を持ってロシアへ取材に行きましたけれども、で私はその時にもう生きるか死ぬかというそういう家庭の事情でしたので、明日からどうやって食べていくんだというような家庭の事情だった時に、ロシアに行ってクラウディアさんに会って反対に元気をもらって、よし生き抜いていくぞという決心をして帰った旅でした。でまあこれは大変あちこちで取り上げられて話題にもなりましたけれども、その中でクラウディアさんがたった一言、自分は本当に5歳ぐらいでロシア革命の後に生まれて、お父様は裕福な方だったために革命軍に連れて行かれてギロチンされてしまったんですね。それでお母さんは病気で亡くなって、彼女は5歳ぐらいで4、5歳ぐらいで外に放り出されて、本当にこんな過酷な人生があるかしらというような人生を歩いてこられた方です。よその話と思わずにこれから彼女のことをちょっと読みますので、どうぞ。戦争が起きたらこういうことになる、内戦が起きたらこういうことになるということをよく自分の立場をここに当てはめて聞いていただきたいと思います。1997年の春、一人の日本人男性が鳥取駅に降り立ちました。その男性は日本に帰国する直前までロシアでヤーコフと呼ばれていて、年齢は80歳を超えていました。終戦直後、男性は一民間人として北朝鮮で妻とわずか1歳の娘と共に日本への帰還船を待っている時に、侵攻してきたソ連軍に突然捕らえられ、スパイの疑いをかけられて極寒のシベリアへ連れて行かれたまま、50年間も日本の家族と連絡を取ることさえ許されませんでした。辛い強制労働収容所での日々、収容所を出てからもスパイ容疑の晴れなかった男はロシアを出ることは許されませんでした。秘密警察に監視されながらの毎日、
そこで男性は運命的な出会いをします。厳しい社会主義国の中で一人のロシア人女性が男性の無実を信じ、この人を守りたいと固い決意をし、正式に結婚します。そして37年間もひたすら日本人男性を守り続けました。その人の名はクラウディアさん。彼女はロシア革命後の混乱期に生まれ、幼くして母と死別。革命前は裕福層だったクラウディアさんの父は革命軍に連れて行かれました。粛清されたものと思われます。すべてを失ったクラウディアさんは一人ぼっちで放り出されました。わずか5歳前後のことだったといいます。クラウディアさんは眠る場所もなく、墓穴の中で眠ったり、放浪生活を余儀なくされたようです。もちろん学校教育も受けていません。しかしクラウディアさんはたくましく生き抜き、独学で文字を覚え、たくさんの本を読み勉強しました。このたくさんの本を読んだというのは、彼女の中にたった一つの思い出として、4歳頃は自分のお母さんがベッドに入って寝る前に絵本を読んでくれたということが気持ちの中にずっと残ってて、その本をお母さんに読んでもらったという思い出だけが彼女の生きていくとっても支えになったようです。クラウディアさんは国の食料倉庫に勤めていましたが、在庫調査の日、ミルクや小麦粉の不足を理由に国家財産横領の罪で10年間もの収容所生活を経験しました。クラウディアさんは全くの無実でした。ミルクや小麦粉を盗んだのは幼い子供がいた同僚だということをクラウディアさんは知っていましたが、黙って罪をかぶりました。日本人男性と正式に結婚して37年、国交のなかった日本とソ連邦でしたが、ソ連邦の崩壊により日本と連絡が取れるようになりました。そこで日本人男性とクラウディアさんが知ったことは、男性の妻が50年間も夫の無事を信じて日本で待ち続けているということでした。それを知ったクラウディアさんは悩み苦しみますが、人の悲しみの上に自分の幸せは築けないと男性を日本の妻のもとに送り出す決心をします。50年ぶりに祖国の土を踏み、日本の妻と再会した男性、その男性を心配してクラウディアさんは手紙を書きますが、学校教育も一度も受けることがなかったクラウディアさんがどのような手紙を書いているのか、日本に50年間も帰国できなかった男性がどのような返事を書いたのかお聞きください。ちょっと名前が本名じゃなくて変えた名前を偽名を使ってますけど、サブローの日本永住は日本の妻ヒサが日本の戸籍をそのままにしておいたおかげで、再びロシアに戻って手続きをしなくてはならないような事態は避けられた。サブローの日本永住を知ったクラウディアはヒサの気持ちを考慮して、兄と妹と思って文通だけは続けようとサブローと約束したことを悩み苦しみ、もう私の役目はすべて終わった、サブローの心が2つに引き裂かれないように心の自由を与えたいと、サブローの誕生日に声の便りで別れを告げる。1997年7月30日、親愛なる矢三郎さん、これは実際にクラウディアが書いた手紙です。教育を受けたことはありません。筆舌に尽くしがたい辛く苦しい出来事ばかりだったあなたの今までの人生、誕生日がまた巡ってまいりますね。あなたにとって今日はとても意義深い素晴らしい特別の誕生日です。ロシアでの過ぎた日々の誕生日も多くの友人たちが集まってくださって盛大に祝ってくださったのでしたね。でもあなたは今まで夢の中でしか見ることができなかった祖国、
日本にいて、この意義深い素晴らしい日をやっと祝うことができるのです。半世紀にわたる長い間、引き裂かれたままだった肉親や家族に囲まれて暮らしているあなた、特にこの長い間、苦難だった茨の道を乗り越えて、一日もあなたのことを忘れずに待ち続けていた久さんの気持ちを思っています。辛く苦しいあなたの人生に、再び蘇った新しい命、神様のお恵みによってあなたは久さんのもとへ導かれたのです。その喜びを神様に感謝いたしましょうね。あなたが再び自分の家族と余生を暮らせるよう、残り少ない人生ながら肉親や日本の友人の方々と会えるようにと神様が導いてくださったのです。あなたのために思ってもみなかった素晴らしい人生を用意してくださった、運命を開いてくださった神様に感謝いたします。ありがとうございます。あなたが夢にまで見た祖国の日本で、家族と共にお誕生日が迎えられる、私にとってこんな嬉しいことはございません。この素晴らしい誕生日に、私はあなたに贈りたいものがございます。それは心の自由です。あなたの心がこれ以上二つに引き裂かれないように、早く私のことは忘れて、ただただ一途に久さんのために尽くしてあげてください。それであなたや久さんが本当に幸せになってくださるならば、私の心の底から尽くしたあなたへの純粋な愛情が通じたものとして、私はこの上ない喜びでございます。そしてその喜びの心とともに、安らかにこの世を去っていくことができます。これはただただ私の清らかな魂の喜びでございます。これからはお互いになるべく手紙を書かないように努めましょう。早く私を忘れて、あるだけの愛情を久さんや家族に注いであげてください。お願いでございます。私はあなたと共に暮らせた日々を心から感謝しています。ありがとうございました。あなたの幸せと一日でも長く生きてくださることをいつも祈っています。最後の抱擁と口づけをお許しください。もう何も言えません。三郎とヒサはクラウディアからの申し出を受け入れることはなく、この後も交際は続いた。2002年6月、作家の村尾がプログレス村からのクラウディアの家へ取材に行ったとき、三郎から預かったクラウディアへの手紙は、文章が大変難しく、村尾が現代に通じる柔らかい日本語の表現に直して、ロシアの通訳がロシア語に訳してクラウディアに届けた。また、クラウディアから預かって帰った手紙は、日本海テレビがロシア語通訳に頼み、日本語に訳してから三郎に届けた。ちょっと時間があと5分ぐらいですね。で省きます、ちょっと。で、ここにその三郎さんが書いた手紙がありますけど、時間がないので省きます。それでこれを読んだクラウディアさんは涙を流しながら一通の手紙を書きます。私が持って帰りました。親愛なる三郎さん、ヒサさん、良い日々をお過ごしでしょうか。まず第一に、遠いロシアからお二人のご健康とお幸せを心から願っていることをお伝えいたします。私の大切なおじいさん、あなたからのお手紙を確かに受け取りました。あなたの心情あふれる思いが文面に満ち満ちて、私の心を打ちました。止めどなく頬を流れる涙はどうしようもなく、どんなに感激したことでしょう。互いに遠く離れて暮らしていても、思っていることはまるで相談したように同じなのですね。一緒に暮らしていた頃、いつも思うことが不思議なように一致していたのを、今でも思い出して懐かしく思っております。今回日本から訪ねてきてくださった作家の安子さんや日本海テレビの河野さんにも
今までに私が書いた手紙の内容によく似たことをお話しいたしました。あなたと共に暮らした私の心情を先日めて言えば、愛するということです。真実の愛はただ自分を犠牲にしてでも愛するということの価値があるのだと私は固い信念を持っていました。こんなことが再びあってはならないのですが、もしもあなたが再び連行されたり不当な処遇を受けることがあれば、私はいつでも自分の身を張ってでもあなたを守る覚悟ができていました。ちょうど母牛が子牛をかばうように、もちろんそんなことを口にしたことはありませんでしたが、あなたはちゃんと分かっていてくださったのですね。今思い出しているのですが、ある時あなたに向かっていろいろな質問をする人が近づいてきましたね。私は成り行きが心配でハラハラしながら見守っていました。私は思いあぐねて時々あなたに代わって答えましたね。それはあなたがロシア語がよく分からず、裏の意味が理解できなくて不適切な答え方をするのを恐れたからでした。また人里離れた養蜂場でちょうど私たちが当番だった日、銃を持った男が近寄ってきましたね。いろいろな難問を持ちかき答えを迫った時、もしも銃口が火を吹くことがあったら、その弾丸は私の胸を貫けばよいと願っていました。きっとあなたはそんなことも忘れずにいて、私の気持ちをよく理解して上で私を評価してくださったと思うのです。そのことが大変嬉しいのです。ありがとう、ありがとう。私にはそんなことしかできなかったし、それが妻である私の当然の務めだと思っていました。それからクラウディアがこの男性のカバンの荷物の中に別れの手紙を入れていたのが後で見つかったのですけれども、それを読んで終わりにします。時々思い出してください。ロシアをプログレス村を、私たちは思いもよらない人生での出会いをしました。似通った運命が私たちを引き寄せたのでした。教会での結婚式を挙げずとも、誠実の誓いを行わずとも、私たちの人生は誠実で、そして神聖でした。私たちの暮らしは決して裕福でも贅沢でもありませんでした。私たちの人生は常に恐怖のもとで過ぎていったのでした。どうかあんな疑いが二度と繰り返されないように、どうか年を得るまで安らかに生きながらえますようにと、長い年月朝夕祈っていたのでした。一切の責任は戦争にあるのです。私は心からあなたを理解しておりました。ご両親や兄弟、たった生後1年余りで別れた娘さんや奥さんがいる祖国を恋しく思うあなたの心の内を、私たちはこまごまとそのすべてを思い浮かべて涙とともに、いつも思い出話はつきませんでした。食事の時間も忘れて身を砕くようにただ一心に働きましたね。そして長い年月が流れました。私たちはようやくその人たちが健在であることを知ったのでした。年老いた奥さんが一途にあなたの帰りを待っておられることを、今年老いたあなたが多くの病を抱えて一切が失われたようだった祖国へやっと帰っていくのです。奥さんやご家族、兄弟、友人が待っている祖国へと、もはや私たちは再び会うことはないでしょう。これも私たちの運命なのです。人の悲しみの上に私だけの幸福を築き上げることはできません。私にはどうしてもできません。あなたが再び肉親の愛に包まれて祖国にいるという嬉しい思いで生きていきます。私のことは心配しないでください。私は自分の祖国に残って生きていきます。私は孤児です。ですから私は忍耐強く勇敢に生きていきます。私たちはこのように運命づけられていたのでした。37年余りの年月をあなたと共に暮らせたこと、
捧げた愛が無駄ではなかったこと、私はこの喜びで生きていきます。涙を見せずにお別れしましょう。過去においてもし私に何か不十分なことがあったとしても、あなたは一切を許してくださると思います。あなただけはこの私を理解してくださると信じています。私が誠実な妻であり心からの友であったことを、あなたたちの限りない幸せと長寿を心から祈り続けることをお許しください。1997年3月21日、親愛なる三郎さんへ、クラウディアより。もう あれから何年も経ちました。ちょうど10年目に日本の、せっかく、再会した日本の奥さんが腕の中で、三郎さんの腕の中で静かに息を引き取りました。それからクラウディアさんは三郎さんと暮らした小さな家で一人ひっそりと亡くなっていきました。それが去年のことです。で、今年この主人公の三郎さんはあの世へ旅立ちました。90年余りの人生の中で70年ぐらいは戦争に振り回された人生でした。これは本当に珍しい話でも人事でもなく、こういう事態になればどこにでも出てくる話ですけれども、ぜひ自分のこととしてこの物語を捉えて、これからの後に続く子どもたちのために平和のことを考えていってほしいと思います。どうもありがとうございました。村尾靖子さん、ありがとうございました。